はい、皆さんこんにちは、くりのすけです。今日はたまたまコンビニで見かけた謎のパンを食べてみたいと思います。すげえこれ、何これ、パイの実みたいなディッシュ。てかパッと見ね、パイの実だぜパイの実だ。パイの実って美味しいよね。これちょっと早速食べてみたいなって思います。ちょっと開けてみようかな。はい、それではちょっと開けてみようと思います。よいしょと開けてみると、お、すげえすげえ、なんだこれこれすげえよ、なんだこれこれすげえな、パイの実じゃん、すげえこれ、なにこれよく再現してあるねこれね、すごいわこれ。パッと見パイの実しか見えないもん、ほら中に何が入ってんだこれ、チョコか。ちょっと食べてみます。いただきます。パイの実、パイの実っていうか、パイの実ってさ、もともと多分パイがお菓子になったのがパイの実で、パイの実からまたお菓子にこれ逆輸入してるよねで、チョコの味がしない、これチョコまでたどり着いてないんだな、これ。もう一口食べてみようかな。板チョコ、柔らかい板チョコが入ってるからだね。うん、あ、これうまいわ。うまいけどパイだねすごい、本家パイの実の17倍だって。まあそんぐらいあるよね、確かにね。いや、これはね、美味しいわ。はい、全部食べました、ごちそうさまでした。うん、美味しい、美味しいけど、あのね、飽きる飽きるわ。あの、栗之助自体がそもそもね、甘いものがそんな得意ではない、ちょっと食べるぐらいがいいんだけど、ちょっとね、この量食うとね、結構うわーってなるうわーってなった。それと、机切ったね何や、ニコに書いてある、ちゃん注意書き、サクサクした食感の製品のため生地がこぼれる可能性がございます、ご注意くださいって書いてある。確かに書いてあるんだけど、うん、すごいねこれね。まあ車の中のテーブルの上だけど、これ車汚れちゃうね。でもね、味はね、なかなか美味しかったんで、よかったと思います。413カロリーもあんのか、すげえカロリーだなこれ。脂質 28.2、炭水化物 35.6、 糖質 33.7 って、すごいね。なかなかこれ一つで結構太れるね。うん、なのでちょっとダイエット中、自称ダイエット中の栗之助にとってみたら、なかなかいいご飯でしたね。今日はちょっとウォーキングでもして帰ろうかな。はい、じゃあ今日はね、コンビニで売ってましたパイの実みたいなディッシュをご紹介させていただきました。もしよろしかったら皆さんも食べてみてください。はい、よかった方はですね、いいねボタンとチャンネル登録していただけるとちょっと励みになります。ありがとうございました。またよろしくお願いします。じゃあねー、バイバーイ。